大国主が重要なのに謎すぎる。少なび粉を失い、国づくりを支えてくれる存在を求めていた大国主のもとに、海の彼方から現れた光輝く神が大物主です。日本書紀では自分が大国主の和魂、いわゆる分身であることを告げますが、どんな神なのかは語られていません。海を照らして出現していることから水神、雷神の性格を持ち、五穀豊穣の御利益を持つ神様と考えられています。大和国の三輪山に祀られた大物主は、第11代崇神天皇の時代に疫病を大流行させました。そして、自分の血を引く娘、大畳猫を探し出し、自分を祀る神主にすれば平穏が訪れるという神託を下ろしました。大神神社の淵木でもあるこの神話は、大物主が初期大和政権の守護神として国家鎮護の神となったことを物語っています。なお、この時に大物主に備えるために酒が醸されたことから、大物主は酒造守護の御利益が高い神様として、酒造業の関係者の崇敬を受けています。このチャンネルでは、日本の神様シリーズを毎週金曜日19時に更新しています。興味がある人は見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。